リリーが背中を押して差し上げます。はい、レギュラーラジオでお届けしているこのコーナーです。まだ拍手してるよ、まだ拍手してるよ、鈴木君。気持ちがね、前にも名前のみですけれども、リリーを演じる上田さんが背中を押してほしいと願うリスナーさんの皆さんを補助、支援して差し上げるというコーナーです。ちゃんと場所を選んでくださいね、はい、ゲップ地とかやめてくださいよ、はい、さあ、そして今夜はですけれども、ゲストの寺島さん、中村さんにもぜひ、はい、魔法のお手伝いをしていただきたいな。魔法のお手伝い背中を突き飛ばす手伝い背中を突き飛ばさないそっとそっとそっと、そっとね、支えてあげる。こうやざあー違う違う、確かに未来の背中を押しているかもしれないけど、うん、嫌だからそれ。今回はこのメッセージの方はツイッターで募集していました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちなみに、いつも背中を押して差し上げている上田さん、うん、今回初登場の中村さんにアドバイス。僕の背中を押してくださいよ。アドバイス3位の人から、なんか6とか7とかのしょうもないやつにアドバイスを。アドバイスいった。いや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 、やつをそんな、何も言えねえよ、何も言えねえよ、何も言えねえよ。いつもの感じで、いつもの感じで、いつもの感じで魔法かけちゃいましょう。じゃあいつもやってるでしょ。いつもやってます。そうだ、初登場の中村さんに。そうそうそう、魔法かけてください。何にもわからないんだよ、僕。何にもわからない中村さんに。どうしたの、頭どうした。考えるポーズですモハメッド・ファラーです。モハメッド・ファラーです。そうですね。あ、でも、魔法かけまーす。このコーナーはどんなアドバイスも、なんかちょっと魔法っぽく、必殺技っぽく言えば何とでもなります。なので、何言っても大丈夫です。かかったよ。すげえかかってたね。かかってたね。わかりました。頑張ります。これは期待できますよ。よし。すごい、ね、目で殺されそうだ。かかりっぱなし、かかりっぱなしですけど、かかり、まあ、魔法かかっちゃったから頑張れる気がします、はい、ということで、いただいたメッセージの方を僕の方から紹介させていただきます。お願いします。